アンコールワットのね。アンコール、ああ、カンボジアですね。はい、でもインドネシアで撮影した経験がないんですよ。ありません、ね、あでインドネシアの映画も、はい、かってあのアジア映画祭とございましたね。アジア映画祭。ああ、この間ですね。ね、アジア映画祭の審査員をやった時に、はい、インドネシアの映画を見ました。はい、その時にとても編集はうまいなという印象はありました。はい、ただ画面はあんまり鮮明じゃないなという、ね、印象もありました。はい、だからインドネシアの映画をたくさん見てるかと全く見てないし、はい、でもそういう代表作は見たことがあるという程度なんですがね。はい、うん、はい、だからそうね、アジアの映画、インドもインド映画祭なんか行ったりなんかしてるんで、インドの映画をたくさん見てるんですけど、インドネシアの映画今日言われてみると、はい、ああそういえばあんまり見てないなという印象ですね。はい、なんかぜひ今度ご覧、なんか影のインドネシアからの影という映画もこの国京都映画祭には上映しますので、そうですか、はい、時間がございましたらぜひご覧ください。じゃあ以上です。はい、ありがとうございます。